トレンド福岡、寒い日にこそもってこい。今週はこの冬オープンした非豚骨系ラーメンをご紹介しています。さあ今日やってきたのはですね、こちらです。麺どころ茶房福、ラーメン&スイーツって書いてあるんですよ。ラーメンとスイーツが楽しめるんですかね。去年11月にオープンした麺どころ茶房福、ラーメンと本格カフェメニューが一緒にいただける珍しいお店です。失礼いたします。お待たせしました。燻製香る熟成醤油ラーメンになります。ありがとうございます、はい、美味しそう。すごいコク深い感じが来た。その上からまた燻製の感じが来ました。チャーシューは豚の肩ロースを店内で燻製、そして返しには最高級のたまり醤油を使用しています。麺がツルツルです。コクがある醤油スープと合いますね。うん、燻製だ。口の中が香ばしいです。うちはお肉を贅沢に使って肉から出汁を取っているところが、はい、ちょっと、はい、こだわってますね。食べるときに味もそうなんですけど、その香りも一緒に楽しんでいただくっていうのをちょっとうちのラーメンはコンセプトにしてまして。そして食後にはもちろんスイーツを。この福チーズケーキを一つお願いします。はい、少々お待ちください。お願いします。お客様にゆっくりしてもらいたい、そんな思いで生まれたチーズケーキ。砂糖やバニラビーンズなど素材にこだわり、グルテンフリーに仕上げているそうです。うん、美味しすぎます。そんなに甘すぎずに、なのに濃厚でしっとりしてて、こんな本格的なチーズケーキをラーメン屋さんで食べれると思ってなかったです。